皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もデッドスペース3遊んでいきましょう。で前回の続きですね。今回はあの船に給油する燃料を補給しに行くところ、修理工たちは、クロージャーをシャトルベイ内へ搬入する前に燃料ラインを洗浄する必要があったのだろう。遠隔操作をする前に、燃料を補給する必要があるというわけで、こっちじゃなくてこっちですね。そう、石村3ですね。なんか武器でリベットガンっていう武器がねめっちゃ強いっていう話なんですよ。なのであわよくばリベットガン、声がする、リベットガンとあとジャベリンですね、愛用の。リベットガンとジャベリンの両刀でいきたい。でね、プラズマカッター今回ね弱いらしいですね。なんかショットガンとか、あとそうそうショットガンも強いっていう話ですね。どっち？そっちか。なんかねショットガンは距離による威力の減衰がねないらしいんですよ。今持ってるんですけど一発がねちょっと遅いんですよね、こういう風に。まあこれをガンガンに強化すれば強くなるんでしょう、きっと。これかな、これですね。さあこれで油が入る。目標追加、燃料ノズルを接続。これを手動でやらされんの？あそこの上のやつをこう下に連結するのかな、そこまでやらされんのか。まあいいけど、これもいいですね、連射速度と威力。やっぱね強武器使ってみたいですよね、どれだけ強いのか。ステーシスパック回復に比べたらいらない。ステーシスの方がいいか。でこれか、なんか音がした。これ強いな、後ろからただ来られると困るんですよね。これ強いな。これ連射効いたらだいぶ強いんじゃない？なんかこれ まだかかんの？取り外す。え？待って、取り外すとあっちか。今度はあっちか。デッドスペース3ね、これディレクターとかが変わったんじゃないかなっていうふうに思って、まあ調べてみたんですが。早速エンジンをかけてみる。ディレクターさんはね2と一緒っぽいんですよね。これ何、乗れって逃げるの？おちおち、どっち？
お、あぶね。おめえら燃えるぞ。あ、待って待って待って。ここで帰ろう。こっちでしょ。ん、ここだよね。発射プロトコルが開始。なんだ。ちょっと待って、これ取りたいんだよ。あんも、ここに来んなよ。どっち。あ、待って、来てない。おい、エレベーター来てないぞ。どうなってんだ。ちょっと、え、来てないよ。こっち行けない。待って、どうなってんだ。あ、これか、呼べばいいのか。はい、来い。どっち。終わっちゃい。後ろから来てる、絶対。もう危ねえ、危ねえ。今の危なかった。おい、もう一匹くんのかい、これ。あの火がボーってなった。次で、はく。ひどいゲームだなこれ。待って、これ自分で決めなきゃいけないの。あ、ベンチがあった。ちょっと待って、ベンチ使いたいな。これ近いんだよ。ちょっと待ってね、ベンチを。敵来ないかな。これで来られるのが一番やだ。アイテムがある。で、スカベンジャーボットが戻ってきているはずだよね。よしよし。で、ジャベリンか、もしくはリベットガンを作りたい。どっかないかな、リベットガン。ないですね。サブマシンガン、プラズマカッターとなったら、ショットガンにあれか、あれを組み込んでいけばいいのか。連射速度あんまり上がんないですね。スピード上がってないよ。どっかで、スピード上げらんないかな。下段ツール、
下段がこれサブマシンガン的なあれですね。もしくはこれなんだろう、自分でこう一から作った方がいいのかな。ただ一から作るとなると動画の中でやるとね、かなり面倒なことになるんで、まあこれでいいかな。今のところどう考えてもこっちのプラズマカッターの方が優秀ですね。まあリベットガンはね、おいおいやっていきましょう。ああ、もう下から来てる。どっから来る？まだどっから来てんだよ。あん、フライトシステムズノミナルシステムチェックコンプリート。やっぱ連射がちょっと弱いですね。なんだ、爆弾が詰まってる装置を破壊する、あれ？爆薬がさっきどっかからか飛んできたよ。待って、タレット、これ使うの？お祭りじゃい。詰まりすぎだろ。さあ一応これで、何この雰囲気、ヒデデーッ。ただなんか嫌いがすんごい漂ってんですよね。あれに当たるとまずいはず。アイテムとかあんのかな、どっかに。おい、待て待て、あ、これ寄ってきてんの、これ。138m。 危ない。とりあえず移動し続ければなんとかなりそう。これ状況の追い詰め方は1とか2より上ですね。1段2段上ですね。ここじゃない。上か。
cell leak. Yeah, this thing needs more than plating. It's missing the port engine. There's a small wreck near the Greeley. It could be a shuttle. We should check it out. All right, Rosen, lock, suit up. You're on engine duty. But sir, my legs... Yeah, I'm not asking you to do jumping jacks. Now get moving. All right. Hey, Rosen, I'll meet you there. Whatever. もう一つ追加。エンジンを修理。クロージャーの左エンジンを修理。ここだよね。ここですね。CMS グリーリー。今のところはあのプラズマカッターで特に不便はないんですが、攻略関係の、ね、記事を見るとやっぱりショットガンとリベットガンが異様に強いっていう風にどこも書いてるんで気になりますね。使ってみたい。てかスペースデブリが、宇宙ゴミが漂いすぎ。168m で、ここから先はチャプター7ですね。あそこに光ってんなんだろう、あれ。酸素管か。Some of us just want to go home, all right? I've disconnected all the lines and service tubes, but hell if I know how to get it out of there. I'll figure it out.Go get your equipment together so we can tow it back to the repair bay. これを全部引っぺがす。なるほど、こうして宇宙ゴミが増えていくんだな。You think you can handle it from here? Yeah, Clark. I'm not an idiot. And be sure to lock the injectors down tight. I don't want them popping off in mid-flight. Asshole. Okay, guys. I got the engine. Is everything ready? どっからかベビタンが湧いてる。We're gonna get tossed around like a midget at a circus if we try to navigate that atmosphere without a flight path. What about using flight recorders from these derelict ships? Yeah, right. We could reconstruct one of the routes they used.I'll search outside the Roanoke. Look for small satellites with four solar panels sticking out. 4つのソーラーパネルがついている衛星を探すんじゃ。フライトレコーダーを3つ集めましょう。これね、ロケーターをこう使うと浮いちゃうんですよ、どうしても一回。あとはね、海外のサイトのレビュー記事でも、このローリングとカバーアクション、これはね、本当に使わないっていう風に書いてありましたね。いや、これは使わないよ、本当に。で、ここで3つのフライトレコーダー、なんだっけ、レコーダーですよね。
ここもあれか、嫌いがものすごい漂ってんのか。まずは一つ。There should be more floating around the Roanoke. Okay, I'll see what I can turn up.次、待って、これで一個でしょ？これ出ないの ?2.1 メーター。ちょっと待って。これはもう取ったよね？だよね。なんであっちを示してくんないんだろう。あー待って、ベビータンがいた。気がつかなかった。嫌いどっかから来た。今の距離でショットガンでワンショットキル、これちょっと無茶苦茶ですよね今のは。あとあっちか。で酸素は残り180秒、3分あればまあ全然大丈夫でしょう。よいしょ。そうこれね、本当に背景美術はねめっちゃ綺麗なんですよね。あのコンセプトアート、まああれ 2D のイラストだと思うんですけど、なんすかベビタンか。まだ生きてる。I put it all together into a navigation module and then plug it into the shuttle. I just need to find a bench. ベンチさえあればいける。Should be easy enough. 簡単さ。そしたらベンチに行かねば、どっちだ ?60 メーター。とりあえずそろそろ酸素を補給しておきたい。O2。待って、敵がいた。どっから中に入るんだこれ、分かりにくいな。しかしあれこっちはいけるね。よしよし。まあ、おそらく船内に入って、で、からのベンチでしょうね。71メーター。どこだこれ。そっち、そっか。なんだこれ、真っ赤かなっちゃった。あれ使えないってこと。ですかね、真っ赤かなっちゃった。スーツキオスク、
スーツは特に新しいのは出てない。アップグレードができるはず。体力いけますね。これやっとこう。次、生体ジェルが500、ちょっとだけ足りない。装甲ですね。で、次は半導体。硬化時間、射程、射程はそんないいかな。こんな感じですね。これもね、1とか2みたいにお金でやれた方が絶対楽で分かりやすいと思うんですが、はい、フライトレコーダー3つ集めたんで、なんかパーツができるはず。これ武器からクラフトしてみるのもいいかもしんないですね、もしかしたら。ただテスラコアだとあれか、普通の、これをなんとか改造できないかな。コニックディスパーサル、スピードをね、もっとマシマシにしたいんですが、無理なんですよね。ミリタリーエンジン、これはもう下段の武器ですからね。そう、作ろうにもそもそもフレームが全然ないから作れないんですよね。ベーシックラインガン、これ強いんじゃないかな。コンパクトリベットガン、これ強いな。これなんだこれ。タングステン540、半導体2160、金属通3500。これですかね、おそらくみんなが強いって言ってんのは。リベットガン、これめちゃくちゃ強いよ。ていうかここで売ってるやつ基本的にめっちゃ強いですね。なんだこれ。ショットガン、いいなぁ。消耗品を作成、共有、売却。あ、これ一応売却できんのか。クラフトアイテム、いや、クラフトか、これ。生体ジェルを使って、まあ、ここら辺を作っていきましょうということですかね。待って。中型ヘルスパックを売ると、50の生体ジェルがもらえる。ほぼスズメの涙だな。We should have all the parts we need. Thank God. Now let's plot a course for the nearest shipping lane and get the hell out of here. No, Robert. We're going to the planet. Ellie, I know that's how this all started, but we are in way over our heads. We can't take on a whole planet full of those goddamn things. If not us, then who? じゃあ代わりに誰がやるの？地球政府だって壊滅したのよ。Ellie, you have to admit it sounds crazy. I mean, how do we know there's really a solution down there? Because you told me. In the Admiral's quarters, you said...Turn it off. And that's exactly what we're going to do. Damn straight. Captain, we can't pass this up. Carter, I don't need your mutiny on top of all this. If I say we're not going, we're not going. Now, Ellie's right. There's a shot here and we're going to take it. Yeah, Ellie is fun. Now, you can come with us or you can try to stop us. But remember, around here, we're worse dead than alive. Ellie, get the shuttle prepped. I'm on my way. Ellie さんもね、なんでか知んないけど、なんかアイザックさんよりも正義感に目覚めてしまった感がありますね。
All right. Navigation module installed for what it's worth. Wait, I'm not getting any. Ah, there it goes. And just in time. Looks like our flight window's approaching. Good. I'm coming aboard. 乗船する。さあ、でですね、時間の切りがちょうどいいので、一旦ですね、今回ここで終わりにして、また次回に続けていきたいと思います。よかったらコメント、高評価、あとチャンネル登録していってくださると嬉しいです。ではね、また次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。